your wake up show. We are Morning Jam. Morning Jam. Morning Jam. Three, four. おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグ、そしてオアシスコーヒーのラスク、コーヒーとスイーツがセットになったコーヒーブレイクが非常に豊かになるセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日はまずはこちら、女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。はい、あゆみさんという方ですね。中地奈央ちゃん、おはようございます。おはようございます。出産の話が続いているようですが、うん、私の話も聞いてください。はい、私は3人の子供がおりまして、息子の出産の時の話、うん、息子は3人兄弟の真ん中、上と下は女の子。娘たちの妊娠の時は言われなかったんですが、息子の時だけは検診の時にエコーを見ながら先生が、わー、へその緒が太いねと驚かれました。へその緒が太い、うん、足が太いと言われるのは恥ずかしいけど、へその緒は、うん、どういうふうにリアクションしていいのか分からず、その時はあーそうなんですねとスルーしました。うん、私は早産体質らしく、長女の時もそうだったんですが、うん、息子も予定日より10週も早く陣痛が来てしまって、かかりつけの病院から母子搬送で救急車で別の病院での出産ということになりました。うん、もちろん先生も助産師さんも初めて対面する人、うん、病院に到着するなりすぐ分娩室に、そして出産、息子はやっぱり 1800g と小さかったのですぐ保育器に、分娩室には私と助産師さんだけになり産後の処置をしてもらっていました、うん、とその時助産師さんから、へその方が太いね何人もの妊婦さんを見てきた、うん、プロの2人が口を揃えて言う、うん、へその方が太いって一体私のへその方はどうなってるんだ、恥ずかしいの、自慢していいの、うんうんうん、と戸惑っている私に助産師さんがピンセットでつまんだへそのを持ち上げて、ほらーと見せるかね、こういうのわからないけれども、ね、うん、ほらーと見せてくれました。はい、けれど長女の時にもらったへその緒は、うん、カッピカピに干からびていて、あ、鼻くそみたいだったので生のへその緒を見たのが初めて、うん、まして他人の生のへその緒なんて見たことがないので確かに比べようもありません、うん、自分のへその緒とはいえ内臓ですから、ピローンと青紫に伸びたへそのを見てちょっとウエーとかいう感じで苦笑いするしかありませんでした。うん、後日退院してからふとへそのってどれぐらいの太さなんだろうと思い、知り合いの看護師さんにへそのってどれぐらいなんですかって聞いたら、うん、だいたい親指の太さぐらいかなとのこと、はい、けれど私が見たへそのは丸ちょよりちょい太めでした。もうすごい話だな出産の話ですらすごいなっていう風に俺思いながら紹介してるんですけど、ついにここまでレベルが達しましたよ、へその緒まあでもね、お母さんの栄養をもらう大切なものですからね、うん、さあそれからね、これもいきましょうか。男性の方からいただきました。お名前がですね、あ、お名前ないな。中地奈央ちゃん、おはようございます。おはようございます。毎年父の日が来ると思い出す、うん、私が小学生だった時の苦い思い出、はい、当時私たちの学校ではなぜか男子が大きい方のトイレに入るとからかわれるというおかしな風潮がありましたありますあります。これは自分たちの小学校だけじゃないです。そうそうそう、おしなべてそうです。当然ながら
人間だから誰だって大きい方も小さい方もするのが当たり前、うん、なのになぜか学校のトイレで大きい方をするとみんなにうんこ星人とか言われてバカにされるんです。私は心の中でジャンヌ・ダルクのようにこのバカげた風潮を打破すべく立ち上がろうと思っていたんですが、うん、何せ気が小さかったんでなかなか実行に移せないまま時が過ぎていきました、うん、ちょうど今頃のジメジメした梅雨時の合間の晴れた日、はい、前日の夕飯で少々食べ過ぎたせいか朝からお腹の調子があまり良くない、うん、しっかりトイレで用を足してよしこれで大丈夫、学校でうんこなんかしたらうんこ星人にされるけん絶対うんこなんかせんと思い学校に向かいました。しかし学校にたどり着く前にお腹の痛みがじわりじわりと再発、痛みが少しずつ少しずつ大きくなって、さらにその痛みの波がだん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 時間の間隔が狭くなっていって、油汗がにじみ出てきました。やばい、もう我慢できない。幸いにも通学路の途中には神社があって、その神社のそばには奥に入ると人目がつかないような小さな林があったんです。トイレじゃなかった。そうなんですよ。ここまで聞くとね、最初小さな小さなトイレかと思ったら林だったんです。奥に入ると人目につかない小さな小さな林がありました、うん、私はすぐさま決意する前にはもう頭に額に油汗をかきつくつ、できるだけ振動しないようにかつ早足でその林に入り込み素早くズボンとパンツを下ろして至福の時を、過ごしました、うん、あ間に合った間一髪と思った瞬間、やばい髪がない、うん、当時私たち男子小学生はハンカチやズボンのポケットが常識で、下手すると手を洗うことすらしないのが当たり前、うん、ましてやチリシいいですね、ティッシュじゃなくてチリシチリシなんて持ってるはずもない、うん、急がないと遅刻してしまうし、あれこれ考えてる猶予もない。意を決して私はランドセルの中から教科書を取り出して数ページ引きちぎりくしゃくしゃに揉んで、それをチリシとして使い事なきを得ました、うん、任務完了の後、人目につかないように今まで私の体内にあった分身に、周りの枯れ葉を上からかけて誰にも気づかれないように忍者のような忍び足で進み、元の通学路に戻って何食わぬ顔でいつものように登校しました、うん、その日は父の日の参観日、あ2時間目の授業は国語、うん、先生が順番に私たち生徒を指して教科書を朗読していくことになってました、うん、そして最初に指名されたのは私。その日は厳格であった私の父も当然ながら参観日に来ていて、私は父にかっこいいところを見せたくって、先生に指名された時には元気よくはいと大きな声で返事して起立、うん、颯爽と両手に教科書を握りしめ先生の指定したページを開き朗読開始と思いきや、うん、ないんです。あらページがそうなんです。私朝のお尻を軽やかに拭いたあのもみくちゃになった紙、まさにそのページだったんです、うん、どうしよう焦る私は横の席の人の空いていた教科書のページを、私の視力の倍率を20倍に引き上げて全神経を集中させ、その教科書を読んだんです、うん、私の人生でこれほど集中したことはなかったと確信しています。なんとか無事に読み終えました。その日の授業を終えて父と一緒に歩いて帰宅することになりました。途中で父が、ああついでだから神社お参りして帰ろうかあの林通った方がお参りするところへ早く行ける近道だぞ、知っとうかと得意げに言いましたが、父ちゃんせっかくだから健康のために近道せんで行こうやと返事し、父はしぶしぶ同意してくれて、近道はせずに通常のルートで神社にたどり着き、無事お参りを終えて帰宅しました。私の内緒の話、内緒の話っておもろい家族にちゃんとメッセージくれてるじゃないですか、ね、いろんなメッセージお待ちしております。